โอเคโอ้ยได almost die. ってのは本当にグレーな部分をなくすことなのか。あの連中の大義名分は立派でも、本音は支援金もらうのが目的なんだろうね。大義名分があるとはいえ、やってることは結局いじめさ。嫌な時代だね。さてと、すっかり遅くなったし帰るか。うん、悪いね、二度も助けられちまって。どういたしまして。また掃除が必要な時は呼んでよ。ちょっと待ちね。うん、あんたたちホームレスなんだろ。うん、ここに住まないかい。二階の一部屋を貸してやるよ。え、本当にいいのか。そりゃ助かるぜ。でも一部屋潰す余裕なんてあんのか。女の子の仕事が減って金に困るんじゃ。別に私はお人よしで誘ってんじゃないんだよ。居住権ってもんが発生する。それが私の狙いってことよ。狙いって居住権ってのが俺らにあるとどうなるんだよ。頭悪いね。あんたらはここに住む権利があるって法律的に主張できるのさ。わからねえな。わざわざそんなことしなくてもここはあんたの店だろ。そうだよ。でも住んでるところはまだ別さ。ここは単なる店舗だからね。ここには私の居住権はないのさ。そっか、なるほど。それにここの土地と建物は変わり者だよ。ブリッジジャパンの連中がここの所有者をけしかけて私らを立ち退かせようとするかもしれないからね。確かにやりかねねえな。でも居住権ってのはこれがなかなか手ごわい権利でね。それさえありゃ土地と建物を所有してたって住んでる人間を簡単に追い出すことはできなくなるのさ。なるほどね。俺たちが住むことで店を守る最後の防波堤になるってわけか。やっと分かったようだね。本当に住ませてくれるのは本当に俺らでいいのか。ま、店の子たちだと国籍がないから賃貸契約が結べなくてね。仕方なしさ。冗談だよ。スナックの池を見込んでこっちからの頼むさ。わかった。住み込みのガードマンやらせてもらうぜ。その代わり途中で出ていくなんて許さないよ。ブリーチジャパンが一日中から去るまではきっちり面倒見てもらうよ。わかってるよ。本気切るぜ。一番、天井があるぞ。天井は。おお、これが俺たちの城だ。立派なもんだぜ。
最高だぜ。布団もふかふか。いや、やっぱしけてんな。それぐらいなんだよ。俺は潔癖なんだよ。その布団の匂いにはこの店の歴史と年季が詰まってんだよ。しかしホームレスから脱出できるなんて思ってもみなかったな。ホームレスライフ、ありがとうな一番。バカ、礼を言うのは俺の方じゃねえか。ナンバがいなかったら俺は死んでたんだぜ。だって看護師だったんだろ。まあな。なんで辞めちまったんだ。病院の薬をくすねて闇で売ってたんだ。結構いい金になってよ。そのうち海外の医薬品まで仕入れるようになってな。オーバーシードラ、手を広げすぎたらあっという間にバレちまった。おかげで看護師免許は剥奪されちまった。だよそれ、またバカなことやっちまったな。うん、後悔してるよ。でもここからやり直しはいいじゃねえか。看護師は無理でもまた新しい目標だってできるだろう。簡単に言うなよ。そういう一番はなんか目標があるのか。え、いや、わかんねえ。ずっと追いかけてきた背中が目の前から消えちまったんだ。俺はその背中しか見てこなかったから。他のことなんて。組長さんのことか。なあ、まあお前なら何だってできるだろう。簡単に言うなよ。もう40超えてんだぜ。お前さっき俺には随分簡単に言ってくれたくせによ。だったな、悪い。目標か。一番よ、お前子供の頃何になりたかった？え？ベッタイムストーリー。なんだっけな。もったいぶるなよ。照れてんのか？ガキの頃勇者になりたかったな。スーパーヒーロー。勇者？どういうこと？ドラクエに出てくんだろう？あの勇者だよ。それゲームのキャラだろ。ありえねえよ。悪いかよ。まあそんなの自由だろ。なりたいもんになりてえって。そんな夢見るくらいは自由だろ。だよな一番。なんだよ。なりゃいいじゃねえかよ勇者。うん、なるべきだ。やめてくれよ。それガキの頃に思ってただけで。でも今目標はねえんだろ。じゃあ残ってる目標はそれしかねえじゃねえか。酔っ払ったのか。大体そんなの職業でもねえし。そりゃ職業じゃねえよ。でも勇者ってのはスライム倒していつか成り上がってなるもんだろ。生き様だろ。成り上がる生き様か。そうさ、お前なら今からだって成り上がれるぜ。40過ぎて成り上がりか。悪くねえな。成り上がりって生き様、一丁ドーンとかましてみっか。おう、その生きな一番。俺たちの輝かしい未来に乾杯だ。うん、未来の勇者にな。乾杯。チェー。
皮膚がなきね。勘弁してくれ。今度はあの店必ずぶっ潰すから。失敗して悪かった。金だってもういらねえから、もう一回チャンスを。 Oh no, he's going to die. 邪魔した二人は俺が必ず始末する。あのままじゃあんたらも困るだろう。네가걱정할필요는없어가게에는전화해뒀다나머지는우리가알아서처리하지뭐니뭐니다오마이노요나クズを雇ったのが間違いだった。죽어라넌Horrible death. Oh yay, it's chapter 4, the Dragon of Yokohama. How many chapters are there? A long story. Minna, otsukare-san. Mata konya na. Asobi aruite mudazukai suru n janai yo. Hai. Mata konya. Let's see how we can, they know who is there. Hey, what's that guy? Do you know him? He's an ex-detective from Kanagawa. Detective? Ex-detective?直近じゃ免許センターの職員だよ。でもよくここが分かったな、足立さん。あんたの方はあの後大丈夫だったんですか？大丈夫。いや、そうでもねえな。クビになったよ、警察。え？あとちょっとで夢の満額退職金だったのにな。あっさり懲戒免職だ。じゃああんた。たった一人でこの場所見つけ出したのか。春日には俺からスマホを渡してたんだね。あ、そうだよ。だったら来る前に連絡くれりゃよかったのに。連絡つかなかったのはそっちだろう。まあ撃たれた挙句ホームレスやってたんじゃスマホの充電もできなかったわけだ。俺の体より携帯の心配？スマホが切れてたからお前の居所が分かんなかったんだ。GPS だよ。いや、お前には分かんねえか。なんだよ、価値はいいな。スマホは人工衛星使ってその位置を特定できるんだ。そのシステムが GPS。 そいつでこの人がお前の居場所を突き止めたってことよ。今ので分かったか？いや、そんなそれより足立さん、警察クビになったってのは。神室町での建造物侵入、傷害、公務執行妨害、役満で懲戒免職だ。起訴されねえだけありがたく思えとさ。それやっぱ俺のせい？当たり前じゃねえか。なんでまたそんなこと。あんた
春日がカムロ町で撃たれたって話は。うん、聞いてるよ。撃たれた場所は警視庁と年頃にしてる近江連合幹部会の場だ。俺は春日がそこへ忍び込んでいくのを手助けした。それを誠にけしからんとご立腹なのが警視庁で、我が神奈川県警はそのお怒りごもっともでと俺を食いにして一件落着とした。すまねえ、足立さん。悪いと思ってんなら協力しろや、春日。俺はまだ総監を諦めちゃいねえ。総監、警視総監、警視総監が何だよ。あいつは近江連合と癒着してるはずなんだ。連中のカムロ町進出をおめこぼしする見返りにな。俺はその裏をつかみで。そんな一番に何ができるってんだよ。警視総監とつながってんのは近江連合若頭代行の荒川真澄。春日は昔その顧問だった。こないだ胸を撃たれるまでな。だろ。今でも俺はおやっさんの子分だ。おめでたいね。つっても、クビになったおまわりが警視総監相手にどうする気が。まあ、平たく言いや、復讐だ。復讐？話は20年前に遡る。資産家の老夫婦が強盗に殺されたって山があってな。ホシは近所で失業中の前科者で、俺がこの手でワッパーかけた。クスミという男だった。だが裁判の直前になって、そいつは犯行時刻に別の場所で目撃されていたと分かった。つまりアリバイがあったんだ。皮肉なことに、その証言も俺が聞き込んできたもんだった。それで俺はすぐ捜査本部に報告した。その時県警はすぐに久住を釈放するべきだった。でもそうはならなかった、アリバイの証言は固いと少なくとも現場はそう感じていた。だが上は目撃した証人に何度も本当かと問い続けた。そこまで言われると自信がないと言わせるまで徹底的に執拗にだ。なんでだよ。神奈川県警本部長様の指示でだ。そいつが今の警視総監堀之内十郎よ。その指示の理由は。当時奴には神奈川県警から警視庁へ転任するって内定が出ていた。ところが起訴した容疑者がシロだったとなれば大事だ。本部長の堀之内は尻拭きに追われて転任どころじゃない。だから目撃証言を取り下げさせた。はあ、ランスターリー。本当にシロなら他にも目撃証言が出てたはずだと奴はそう言い放った。で結局逮捕した党の刑事たちさえシロと見てた被告人に実刑が17年。クスミは神さんや子供を残したまま首を吊ったよ、獄中でな。カスミ hang himself in prison。新天地の警視庁で知らん顔さ。うなくそはいい。神奈川県警には偉人さんと癒着する警官が多いんだな。いつ身内が不祥事を起こしてもおかしくねえ。だからお偉いさんは早いとこ神奈川を離れたがるんだ。てめえの任期中に問題が起きねえうちにな。だからってそれで無実の人間を。ふざけすぎだろ。当時まだ青かった俺もそう思った。だから幻のアリバイ証言をマスコミにリークしてやった。え？だが堀之内はボンクラのエリートじゃなかった。元公安の実力者、人脈も半端じゃなかった。俺が情報を流したマスコミ各社はすぐ堀之内へのご中心に回った。リークした情報は一切世に出ず、俺には免許センター行きの辞令が来た。クビにされなかったのは堀之内の余裕ってとこか。そいつが今や警視総監ともってわけか。
俺も全部忘れちまえば済むんだろうな。そうなると首吊ったくすみにあの世で合わせる顔がねえ。男が三人も集まって何ちちくりやってんだい。ああ、浜田さん、おはよう。この人は元神奈川県警の。何がおはようだ。もう10時だよ。あんたたち、今日はハローワークに行って仕事を探すんじゃなかったのかい？あ、やべえ。そうだった。早く行かねえと、いい求人が取られちまう。悪いな、足立さん。俺ら仕事見つけに行かねえと。だったら俺も一緒に行くぜ。え？なんで？俺だって今無職の無一文よ。無一文？少しくらいはあんだろう、貯金とか。ねえってそんなもん。退職金が頼みの品だったんだからよ。貯金なんて小学生のお年玉以来したことねえよ。だから退職金当てにしてたんだけどな。くしょ、免許センター勤めのくせにただのダメ人間じゃねえか。うるせえ。俺は酒と女に金使うのが唯一の趣味だったんだよ。ほらさっさとハローへ行くぞ。こいつやったち、ジョインのパーティー。わー、very long story。Shall we go now? Nothing much. Nothing much to explore. Question. Baseball bat. Baseball bat stuck down there. He really stuck it. Nah. He's shitting.Remember, he constipation. Stuck. The seat stuck. No. Another one constipation. Whoa. I got a special power. Kazuga, you are so powerful. Only the hero can pull it out.
Kasuga is the hero. そうだ。Savior of this world. That's the spirit, Ichiban. That was fun. Gangster come again.本当にこいつら変身して見えなかったか？いや、本当に変身して見えたんだって。大した妄想力の勇者様だな。妄想？さっきの俺の妄想だったのかな。まあお前は思い込んだら止まらねえタイプの人間だろうな。自分が勇者だと強く思い込みすぎて敵がモンスターみたく見えたんじゃねえか。思い込みか。まあでもそれくらい思い込みが激しいやつじゃねえと勇者なんてなれねえかもしれねえな。要は自称だろ、自称。なら思い込んだもん勝ちかもしれねえぜ。へへ、そうか、そうだよな。よし、やっぱり俺は勇者だ、勇者になるぜ。ヒーロー。まったく調子のいいやつだぜ。
じゃあさっさとハローマークに行くぞ、勇者よ。今の勇者様のパーティーには薬草を買う金すらねえんだからな。そうだな、まずは金だな。ドラクエと同じだ。本当に人生は RPG だな。 Life is really RPG. That's nice. That's nice to hear. I'm tired. Getting headache soon. I'm done for today. Thanks for watching. Thank you for support. Hope someone will donate some money to me. Thank you all. See you all tomorrow. Bye.